5月に入り、ちょっと桜の季節が夏らしくなってきた今日この頃、今回は京都府立植物園の桜をご覧いただきます。今年2024年の桜の開花は昨年に比べると大幅に遅れました。そんな状況下、4月1日に京都府立植物園の桜を撮影に訪れました。京都では4月に入ってもソメイヨシノは満開を迎えていませんでした。さて、植物園の桜はいかに。地下鉄烏丸線北山駅3番出口から京都府立植物園北山門へ向かいます。階段を上がってすぐに北山門はあります。開園100周年記念の桜のライトアップは3月23日から4月7日、日没から21時まで行われています。本動画は日中の桜をご覧いただきます。ライトアップの模様は次回京都夜散歩でご覧いただく予定です。お楽しみに。入園料は大人200円、高校生150円、中学生以下と70歳以上は無料です。チケットを購入して園内へ。入園は16時過ぎ。さて、どのくらい咲いているか楽しみです。まずは桜品種見本園から見ていきましょう。満開の雪柳と蓮華を見ながら桜品種見本園へ向かいます。昨年の見本園は全ての桜が咲いていました。しかし今年はそれぞれの開花時期通りに開花しているようです。濃いピンクの紅葉はしっかりと開花していました。腰の彼岸も満開近しです。この桜品種見本園の桜は約100品種。今年は看板通り長期にわたり楽しめそうです。桜品種見本園を見た後、チェリーガーデンに向かいます。植物園内の桜のポイントは前日の桜品種見本園とチェリーガーデンの2カ所。チェリーガーデンではソメイヨシノとベニシダレを中心にいくつかの品種を見ることができます。さて、どの程度開花しているか楽しみです。
チェリーガーデンの桜は五分咲きぐらいかなって感じです。その中でも山桜はほぼ満開に近い状態でした。やがて日が西に傾き、照明に明かりが灯ります。次回は京都夜散歩、府立植物園のライトアップされた夜桜をご覧いただく予定です。お楽しみに。京都府立植物園の桜、いかがだったでしょうか。この動画が気に入られたらコメント高評価をいただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお目にかかりましょう。ややでした。京都駅からのアクセスです。市営地下鉄烏丸線北山駅下車、所要時間約15分、3番出口から徒歩すぐです。